はいどうも、マナカナではマナハのキュアチンです。現在帰省中でございまして、ちょっとね、実家にね、懐かしいゴジラグッズがね、いっぱいあったので、ちょっとそちらをね、軽くご紹介したいと思います。これです。はい。ゴジラのね、パンフレットとかなんですよね。うん。一番最初に行った映画が、ゴジラ対モスラなんですよね。その時はパンフレットを買わずに、こういったね、なんかファンブックみたいなものをね、買ったんですよ。これめちゃめちゃ懐かしい。うん。これでね、ゴジラ対キングギドラがあったりと。うん。で、これですよ。ボロボロなんですけど。はい。ゴジラ対メカゴジラ。これ懐か。もうね、裏表紙とかもね、ボロボロなんですよ、これ。これね、これめっちゃ欲しかった、欲しかった。これね、うん。あー、これあった、あった。これね、めっちゃ欲しかったんですよ、当時。でもね、当時の4000円ってね、小学生だったんですけど、もう今で言う4万円ぐらいの値段なので、絵が付けられなかったんですけど、超かっこよくないですか？そしてスペースゴジラとね、かっこいいっすね。うん。なんかね、中にはね、スペースゴジラ最強って言ってる人もいますからね。あ、これね。これも懐かしい。うん。グッズもこうあったりとかね。うん。懐かしい懐かしい。これこのゲーム、はぁ、やったやったと思う。チンチでめっちゃやった。これね、モスラの技でバトラーとか出てくるんですよね。うん。うわぁ、これはこれ。このガレージキット。これ1万8000円ですよ。これね、すごくないですか、値段。だって、このゴジラ4000なのに、このスペースゴジラ1万8000ですよ。同じシリーズなのに。うん。いやー、今売ってんのかな？ヤフオクで検索してみよう。あー、かっこいい！このページ、ゾクゾク来ますね。うん。スペゴジやっぱかっこいいんですよね。うん。はいはいはい。やっぱり、モゲラと協力してやっと倒した敵ですもんね。うん。そして、これ！もう一番気に入ってるこの表紙。ゴジラ対デストロイヤ。うん。このデストロイヤ、ほんとない。うん。いやー、これ。これも欲しかったなー。当時、買えなかったけど。うん。これ集めてた、集めてた。どっか行っちゃったなー。うん。あ、これこの子。このゲーム。セガサターンのこのゲームやってた。今も収納庫にあると思いますけど。うわ、やってたなー。あの、バトラーのステージで絶対ね、死んじゃうっていうね。難しすぎて、挫折しちゃったんですけど。うわ、やってたなー。わー。うん、これね。もう最強ですからね。僕はね、シンゴジラよりね、バーニンゴジラ派ですから。うん。小高めぐみさん、今もう元気にしてるんですかね。今タレント活動してないと思うんですけど。でね、ゴジラ対デストロイヤーのこれ、ファンブックみたいな。うん。これめちゃめちゃいいんですよね。こういろいろこう、なんか身長体重とかいっぱい載ってたりとか。うん。はい。で、こちらはね、1954年から1999、ゴジラミレニアムまでの、なんかファンブックみたいな。歴代のゴジラのこの、こんな感じでね。はい。いっぱい、こう、持っているわけですよ。うん。これ、この本をね、ずーっと見てましたよ。うん。ちゃんとね、ここにね、マグロ食ってるやつもいますよね。うん。はい、じゃあ、こっからね、パパッと行きましょう。こちら、ゴジラね、ミレニアム。これ、衝撃的でしたよね。うん。4年ぶりぐらいにね、ゴジラが復活したんですもんね。うん。で、ゴジラ対メガギラスね。うん。昼にね、決戦が行われて、今までのゴジラとはちょっと違って、ウルトラマンっぽかったというかね、そんな印象ですね。うん。はい、これ。ゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総合撃。はい。これね、この顔っすよ。ネタバレになりますけど、これ最後心臓だけになっても生きてましたからね。うん。そういった意味ではね、一番強いゴジラじゃないかと思ってますね。はい。で、ゴジラファイナルウォーズ。うん。これね。はい。僕はね、当時はね、正直ちょっとね、なんか最終回にしては、ちょっと薄いっていうか、ちょっと軽い映画かなと思ってたんですけど、今となってはなんかね、やっぱお祭り映画としてね、すっごい好きなんですよね。あー、この絵もいいな。うん。やっぱこのね、ファイナルウォーズのゴジラめっちゃ強いですからね。このゴジラの放射能大気圏突破して隕石破壊しましたからね。うん。もう視力もすごいし、威力もすごい。うん。はい。で、これカメラ2。やばい。レギオン襲来。これめっちゃ面白かった。これね、エンディングのね、ウルフルズの空っていう曲がめっちゃ好きなんですよね。うん。これね、カメラ3、イリス、覚醒、仲間由紀恵の、あの、トラウマシーン。仲間由紀恵のね、あの顔が見れるのはね、この映画だけなんでね、ぜひね、見てください、皆さん。めっちゃ面白かった、これも。うん。もうガメラも好きなんですよね。うん。はい。で、ついでにね、これ。モスラ。モスラ、1、2、3ね。
2、3はね、パンフレット買ってないっぽいんですよね。うん。でですよ、他にもあるんですよね。まずは、はい、こちら、ソフビシリーズ、ラドン。超懐かしい。やばい。この初期の初期のやつですね。うん。はい。はい、メカゴジラ。かっけー。綺麗に残ってましたよ。はい。うん。じゃじゃーん。バトラー幼虫。これね、あのゴジラ、怠慢全腫れたというね。バトラー成虫よりも強いっていうね、バトラー幼虫ね。うん。我らがね、アンギラスことアンちゃんですよ。はい。これ、型は違いますけど、因縁の対決ですね。うん。で。はいはいはい。はい。ふわーふわー。ふわー。ミニラね。はい。かわいいね。うん。じゃじゃーん。デストロイヤー。ソフビ、これめっちゃ高かったっすよね。相当高かった。ちょっとね、これ造形がすごすぎてね、大きさに若干難あるやんすよね。うん。と、来たらですよ。じゃん。バーニングゴジラさんですよ。ソフビね。かっこいい。長年使ってないから、これ。なんかどうにかなってるな、これ。うん。大きさ的に若干ね、これ、デストロイヤーよりでかいっていうね。もうちょっとね、これぐらいにしてほしかったですよね、大きさも。そしたらこれ3000円ぐらいになったんじゃないですかね。うん。いやー、かっこいい。次は、はい、ゴジラジュニア。これ大きさ的にもいい感じですよ。はい、こんな感じですね。まだいるんですよね。はい。これね、なんかどっちがどっちかわかんないんですけど、片方がメガギラスの時のゴジラで、片方がミレニアムの時のゴジラなんですけど、どっちとも多分劇場限定とかと思うんですけど、こうやって今のゴジラとこうやって並べると、うん。いかにこう造形が違うかっていうのがね、わかりますよね。うん。じゃあ次なんですが、はい。こちら。なんかね、スーパーメカゴジラのなんか、声が鳴るやつなんですけど、結構これしっかりしてるんですよ。うん。これをかざすと、声が鳴っ、あ、鳴った。お、お。一応ね、これ取り外せるんですよ。知ってね。ガルーダを。うん。これ結構気に入ってるんですよね。うん。なんか、すごくかっこよくないですか？造形も。まだあって、次はね、はい。映らない。大きすぎて。こちらね。はい。メカキングギドラ。これね、めっちゃ懐かしい。これ親戚のおじちゃんにね、買ってもらったんですよね。めっちゃ高かったような気がしますね。3000円ぐらいしたと思いますよ。うん。相当ね、なんかね、質感とかも良くて。うん。はい。気に入ってます。ちょっとね、ここ折れちゃってるんですよね。ちょっと。うん。はい。あとはね、こう、マグロさんがこう、いたりとかね。うん。ゴジラ大メガギラスのメダル。これはね、劇場で買ったテレホンカードを集めてるんですけど、あ、フレディ・バス・ジェイソンとか、ジュラシック・パークとかね、ターミネーター3とか。うん。ほら、ね、ゴジラ。だから、これすごい気に入ってますね。うん。はいはい。ん？最後にこの指人形のシリーズ。キング・ギドラ、アンギラス。はい。かわいいですね。メカゴジラに、モスラ。そして、スペースゴジラに、初代ゴジラですかね、これ。うん。で、マグロさんね。うん。はい。はい、こうやってね、集めるとなんか、思い出深いというか、感慨深くて、なんかいいですよね。うん。はい。というわけで、今回はね、パパッと紹介するつもりがちょっと長くなってしまってすいませんでした。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。それでは、失礼いたします。はい、ちなみにね、ガメラもありました。はい、撮影後に気づいたんですけど。はい、これね、このレギオンがめちゃめちゃ高かったような気がします。うん。やっぱシンゴジラにね、便乗して、シンガメラもね、公開してほしいと思います。